C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィール。こんばんは、劇団エグザイルの小野塚隼人です。八木正康です。本日6月29日、小野塚隼人27歳の誕生日です。おめでとう。おめでとうございます。あとですね、27歳じゃん。え、俺隼人知ってる時って 19、18? あ、でももっと前だったら18、17ぐらいじゃないですかね。大人になったな。いやー、本当にラジオのトーンじゃないっていういや、マジであっという間ですよ、本当に。もうだから18、デビューして8年経って9年目ぐらいですかね、これ。あれ、劇団入ったの19歳だっけ。19なんで、まあ、やばいね。やばいですよ。あ、じゃあ俺隼人17歳ぐらいから知ってるわ。はい、どうしましょう。もう俺今でもちょっと財布欲しいっすね。おい財布欲しいの。財布欲しい。それ翔くんにも言っただろう。はい、買ってくれないかなと思って。どうすんの、翔くんから来て俺からも来たら。他に誰かにも言ってんじゃねえのか、もしかして。いや、結構もう大体数打ち当たると思ってるんで。お前最悪だな翔くんさん。でも翔くんちょっと小野塚さん、はい、お誕生日おめでございます。あ、すいません、ありがとうございます、ね、今週も小野塚さん、八木さんとのお手伝い役、有楽町日本放送に一人でお留守番しております総口秋久です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これでもみんなに財布くれっていうのすごいですよね。いや、なんか財布ってだから自分で買うより、その自分よりこう稼いでる人からもらうとね、あ、ご利益があるというか、運気が溜まってお金が溜まるみたいな。そうなんですよ、なんかこうって言われてるので、だからなんか自分で買うのもなって思いながら結構経ってきちゃってるんで。もういや、ちょっと八木さん覚えてません、こんな話があったんですよ。はい、青柳さんこの間誕生日だったじゃないですか。はいはいはい、はい、その時に午前0時になった時に小野塚さんから LINE パーンって来たと。はい、青柳さんがパッて見たら、青柳さんこのゲーム面白いですかね、買った方がいいですかねって来て、おいおいと思って、あ、それ面白いから買った方がいいよって返したら、それで、あ、ありがとうございますって終わってそしたらグループ LINE にいろんな人から青木さんおめでとうございます、おめでとうございますって来たら、慌てておめでとうございますって後で来たっていう小野塚さんさすがだわ。ハヤトはもう本当そういうところ、うん、これぞ小野塚だと思ったって言ってました。もうどうなんですか。いやいや違うんですよ、多分財布欲しいって言ってるくせに。いや本当に誕生日かなっていうやっぱ懸念もあるんですよ。どんな懸念なんですか。どういうこと。それプロフィールが嘘だってことですか。なんすか。いや、1日もしかしたら違うかもしれない。なんで。だから一回様子見てあとやっぱほら、小沢さんとか秋山さんがやっぱ一番最初に行った後じゃないと、なんかこうね。いや、この中の関係ねえだよ。あ、本当ですか。だから一応ちょっとゲームの話でジャブかましといて、ええ、まあ、おめでとうございますっていう言ったっていうね。はいはい、逆だね、おめでとうございます言ってからゲームの話した方が普通だね。でもなんかおめでとうございます言った後にもうなんかゲームの話かよみたいなってなりません。さすがだね、さすがですね。全然そこはね、やっぱ出会った時と変わってない。あ、10年経ってもね、はい、変わんない。はい、ということで今日もリモート収録のよろしくお願いいたします。お願いします。C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。毎回劇団 EXILE のメンバーの皆さんがリレー形式で登場、巷で話題の情報なんかを交えながらリスナーの皆さんからのお題目や質問をベースに、これまでのプロフィールには載っていない意外な一面、男の本音を引き出していこうではないかという内容で今週もお送りしていきます。今週も離れ離れではありますが、いつも通り楽しくやっていきましょう。はい、お知らせの後は早速皆さんからいただいたメールをご紹介しながら男さんにゆるく喋っていきます。どうぞ最後までお付き合いください。C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィール。はい、改めまして劇団エグザイルの小野塚隼人です。なんだよ。はい、八木正康です。はい、お手伝いの総口秋久です。
もうね、ディレクターがやめろっていうことをわざわざやるっていうね、もう編集しづらくなるんでって。さあ、巷で話題のキーワードを交えながら皆さんからいただいた質問、お題目などをテーマ選んでいただいておりますが、まずは小野塚さんからお願いします。はい、ではまずはこちら。もはや後には引けぬ、そこ小野チャンネル。何それ、何それ。え、八木さん知らないですか。わかんないですよ。鉄板コーナーですよね。この番組に前回登場してもらった時に、はい、まあ、この番組自体がちょうどね、めでたく2年目を迎えたということもあって、なんか新しい企画やりたいですねって言ったら、YouTuber になりたいと、小野塚さんが。おぉ。小野チャンネルやりたいと、はい。で、どんな内容にしたらいいんですかねって言ったら、小野塚さんのアイディアが、もう企画構成編集すべて人に丸投げしたいっていう。自分は何もやらないけども、親切な誰とかが全員やってくれて、そこで利益出たらそれは自分が独り占めしたいっていう。おお、すごいな。これなんか王様企画なんですけど、小野塚さんなんかいろいろ考えました、それから。いや、でもやっぱり任せることが全てだと思ってるので。あ、そう、考えなくていいんだ。うん、なんか逆に自分の凝り固まった思考が邪魔するかなっていう今は。はい、重いですけど ね、まあ、つまり簡単に言うと何も考えないし、全員よろしく頼むっていう。いや、でもやっぱ自分なりにちょっとエグゼルトレモバイルとかあったんですけど、はい、そこでなんか一日の過ごし方みたいな動画アップした時に、なんかちょっと編集やってみようかなと思って、一回編集ちょっと頑張ってみたんですよ。そしたら意外と時間はかかるんですけど、要領つかめば意外と編集できるなっていうのは、ちょっと自分の中で手応えすごいあったんで。マジですか。うん、そうですね。だから、まあ、できなくはないなっていうのは。はい、でもどうなの、その YouTuber の皆さんとか方々ってさ、自分で編集してる人もいるんだっけ。まあ、どっちもいるんじゃないですか。自分で編集してる人もいるし、編集の人を雇ってやってる方もいるんで。プロの方が、プロの編集マンがやった方が俺絶対面白いと思うんだよな。まあ、でもほら、どうなんですかね、自分のことを知ってくれてればいいですけど、あんま知らない人だと編集でうまく自分の魅力を出してくれない可能性が。小野塚さん、はい、人に丸投げする割には人のことを信用できないってよくないと思いますよ。文句は言うっていう。ただのクレーマーですよ。ね、でもね、でもね、これ小野塚さん、八木さん、はい、リスナーのみんな優しいんですよ、いろいろ考えてくれてんですよ、アイディア。本当ですか。ね、ちょっと紹介しますよ。メール、はい、とりあえずたくさん来てる中2つ紹介しますよ。はい、ラジオネーム梅っぴーさん、男性の方。もうね、僕は劇団 EXILE の大ファンで、一番小野塚さんのファンなんですと。何、マジですか。まあ、少しながら小野チャンネル内容考えましたと。お、ね、まずタイトルは、ね、その小野塚隼人の小野チャンネル、文字のところは赤とかオレンジのカラーリングで、で、していただいて、そして動画内容もベタですがいくつか考えましたと。やっぱり小野塚さんのモーニングルーティーンとかね、朝これやるね、 あと休日こんなことやってるとかね、 あとこれありますけど、まるまる使ってみたとか、はい、あと集めてるもののコレクションの紹介なんか、あと買い物動画とかね、あとゲームね、やってるって話ありましたんで、ゲームガチャとかプレイ動画、はい、はいはいはい、あとアプリのハイローゲームやってるんだったら、ドラマとか映画の裏話なんかもしながらっていう。おー、すげえ具体的だこれ。ね、なるほど、ベタですね。いやいや、文句だけ言うからね、本当にもう文句言うんだよすぐに。いや、でも確かにね、皆さん最近本当に芸能人の方で YouTube 始めてる方多いじゃないですか。はいはい、はい、多いんですよね、うん、このね、自粛期間中に本当にモーニングルーティーンとか休日の過ごし方とか結構やってる動画見るんですけど、ね、なんか俺本当にモーニングルーティーン何の変わったこともやってないんで。あ、ないのか。やるならもうめちゃくちゃふざけたモーニングルーティーンやりますけど。嘘の。はい。じゃあそれあれだよね、モーニングルーティーンやるんだったら、はい、ある程度やって、うん、そのちょっと人気 YouTuber として人気出てきた時にやった方がいいよね。そうなんですよね。いきなりやり始めの YouTuber がさ、いきなりモーニングルーティーンやってみて、誰だお前って。全く興味ないってね。そう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 。ね、と思ってまだあるんです、この。梅っぴーさん、はい、これ多分最初の頃罰ゲームとかご褒美をかけたメンバー間の対決動画、はいはい、ああそれいいじゃないですか。あとゲーム好きメンバーも他にいるじゃないですか、一緒にゲームやったりとか、はいはい、ゲーム対決とか、うん、で対決動画は1回に
一本にまとめずに前半後半に分けてくださいってすごい細かい指示書いてあるんですよ。なんかあ、いいっすね。見てる側は明日どうなんのかな、結果はとか楽しみになるね。あと他の LDH のアーティストの方々も YouTube いろいろやってらっしゃるんでコラボしてくださいと。なるほどね。したらほら、ね、人気のね、あの YouTube のチャンネルにちょっとお邪魔したりして、ね、その方も見てもらえるしみたいな。まあそう大事ですよね。で、小野チャンネルファンとしてすごく楽しみですと。もうなんかやる前提で話が進んで、やんないんですか？なこれ。やりましょうよ。やりましょうよ。いや、もちろんもちろん考えてますけども、はい。どうでしょう。なるほどね。まあでも VS 企画はやっぱありですよね。そのゲームのね。でもゲーム実況どうなのかな。ゲーム好きな人だとカンタ、青柳さん、はい、まあ、朝安さんでも PS4 やるとなんか最近酔っちゃうって言うんで。あれ なんで 3D 酔いっていうの。え、なんかリアルすぎて酔っちゃうらしいんですよ、画面が。だから俺より正康さんの方がなんかキャラクターとして立ってるんだよな。あ、いや、それだからこの丸投げ企画だからいいんですよ。他の人がいいキャラを出してもらって自分の YouTube チャンネル盛り上がるって。これぞまさに小野チャンネルですから。なるほど。ノーギャラで。ノーギャラでもちろん、はい、利益は全部自分がもらっていくっていう。それやばいな。あとちょっともう一個来てるんで、はい、ゆりっぺから来てますよ。小野ちゃんが今まで出演された作品を毎回一本ずつピックアップしていって、うん、で共演された方をゲストに招いて思い出ば裏話とかね、映画にまつわるものを紹介とかどうでしょうか、ね、私今までの小野ちゃんの作品の中でも舞台勇者のために金は鳴ると映画恋のしずくも大好きなので、はい、ね、例えば勇者の会は劇団誰かをゲストに呼んで話をしたりとか、うん、タピオカ飲み比べをしたり、これ絶対八木さんですよね、これ。急にタピオカの飲み比べって書いてありますけど、八木さんにタピオカ作ってもらって飲み比べするっていうね、はいはい、あと恋のしずくの会は日本酒飲み比べとか、やばいやばい、広島での美味しかったもの紹介とか、仮面ライダー会は歴代仮面ライダー紹介とか、それめちゃめちゃ伸びそう。ただ僕歴代ライダーっつっても本当にエグゼイドのメンバーぐらいと、あとビルドとか、まあその次ぐらいの人たちかぐらいしか仲いい人いないんで。あ、天野さんいる。天野さん、天野さん確かにレジェンドですね、うん、はいはいはい、平成初期なんで、うん、確かに面白いかもしれない。それは私も見てみたいですね。そう、仮面ライダーとか見てますけど、それは伸びるよ、伸びる絶対。確かにいいかもしれないですね。ちなみにあの前来てくれた小沢さんとか、あの鈴木さんは、はい、あの小野チャンネルでオザッツのクッキングコーナーやってみればいいんじゃないって言ってました。いや、大丈夫。ああ、俺がいない時にも小野チャンネルの話になってる。話になってるんですよ。なんか申し訳ないですね。オザッツのクッキングコーナーどうですか、これ。はい、めっちゃいいと思いますよ。え、そう？え、ダメ？今すごい伸びる、それ。大丈夫？それ伸びる？え？それ伸びるかどうかはさておき、俺は見たい。ああ、そう。あの、小野塚さん、一切クッキングしないっていう。あ、じゃあ、それサブチャンネルの方にしますか、ね。サブチャンネル。サブチャンネル。ありますよね、サブチャンネル持ってる人。サブチャンネルで小沢さんの料理番組に載せます。あ、それいいじゃん。これ、でも、小野チャンネル、本当にやる気はありますよ、これね。いや、もうなんか、本当企画とか、はい、本当に方向がバシッと噛み合えば、やりたいですよね。じゃあ、これ、こう、一番やって2、3回ぐらいでもう、やっぱ心折れるっていうのが一番嫌なんで。やっぱこうね、いや出るまで出たらもう思い切ってスタートですよね。じゃあこれ引き続きまだまだあのリスナーの方から募集していいですよ、これね、アイディアとかね、はい、欲しいですね。分かりました。ピンとくるやつが、ピンとまだ来てない、はい、ちょっとまだピンと来てないんだ、これ。ピンと来てないかな、惜しいですけどね。厳しいな、はい、惜しい自分で出す、はい、待っております、はい。ではここで1曲、今日は八木さんの選曲でお届けしましょう。どの曲しましょうか。はい、僕最近ですね、今から書ける曲をちょっと違った歌詞で覚えてしまってて、あのそこにも注目というかして聴いてほしいんですけど、はい、最後の瞬間的エターナルっていうフレーズがあるんですけど、はい、僕、はい、瞬間で消えたらに聞こえてたんですよ。でそれを最近瞬間的エターナルなんだっていうのを最近知ったんですよ。それぜひそこにも注目して聴いていただきたいと思います、はい、瞬間で消えたら絶対損失くれる。それでは聴いてください、 EXILE THE SECOND で瞬間エターナル。 Let's go C3 セゼンス劇団 EXILE の
リプロフィール。今夜は劇団 EXILE の小野塚隼人と八木正康がパーソナリティを担当しています。劇団 EXILE のリプロフィール。さあ続いてのキーワード、八木さんお願いします。こちらいきたいと思います。いい意味でって何よ何よ、うん、ラジオネームアラサーナギコさんからいただきました。劇団 EXILE の皆さん、はい、曽口さんこんばんは、うん、こんばんは、こんばんは。ちょっと聞いてほしいことがありメールしました。よくいい意味で〇〇だよねと言われることありませんか、うん、でもよくよく言われたことを思い返してみるとかなりの確率でそれって単に悪口じゃんと思うことが多いんです。例えば私はよくいい意味で大雑把だよねとかいい意味でずっと結婚しなさそうだよねとか言われるんですけど、いつも心の中では大きなお世話だと叫んでいます。かっこ笑い、うん、皆さんもそういう経験ありませんか。ありますね。ありますか。ある。いや結構いい意味でって使いません。いやわかんない、言われたことないかも。自分でも使わないし。俺もなんかたまに使ったりするかも。んいい意味でなんとかだね。例えばどんな感じですか。それは本当にいい意味なの、うん、あでもいい意味ですね。いい意味の時と角立てないようにっていう意味で褒めて言う時ある。なるほどね。具体的にどんな感じですか。例えば本当にまさにこのいい意味で大雑把だよねっていうのは、うん、なんかこう要は気にしない、なんていうんですかね、ずぶといっていう感じなのかな。うん、なんかあんまり細かいこと気にしないからいいよねっていうことを、ああなるほど、多分いい意味で大雑把だよねって言ってるのか、まあ、ちょっと嫌味的な感じで言ってるのかどっちかだと思うんですけど。はあ、いや両方意味あるんだ。うん、でいい意味でって言ってるからまあいい意味なんでしょうけど。なんですかね、難しいっていうか捉える人によっては勘違いされやすいですよね。あいい意味で顔四角いよねって言われたらどう捉えるんですか。でもいい意味そんなこと言う人いるんですか。いい意味で顔四角いですよね八木、ね、さんってとかって。もしいやでもいい意味じゃないですか。いい意味いやでも個性だからあれ。そんなこと言ったらこういうメール来てるんですよ、はい、ラジオネーム小野塚くん大好きラブさんからね、はい、先日友達に小野塚くんかっこいいよねって言ったら、いやちょっと顔怖いよねっていう。おう。でもいい意味、いい意味でみたいな。いい意味でちょっと顔怖いよねみたいな。私は思わず、いやでも私好きなのと自分の感想しか言えなかったんですが、小野塚くんは自分の子を好きになってほしいというおすすめポイントはありますかなんて書いてありますけど。大きなお世話です。いい意味でちょっと顔怖い。いい意味でじゃない？顔怖い。こわもてなんて一回も言われたことないですけどね。でも笑ってないとちょっ と, いい と, となんかね見えるんですかね。笑ってない。確かに写真あんま笑ってないですね。基本的に。いやそういうことかな。だからプロフィールだけ見るとこのラジオの時みたいなキャラだとわからないかもしれないもん全然。ああ本当ですかね。うんうん。いい意味ですかそれは。いい意味でいい意味でいい意味で。いい意味で。ちょっとやっぱいい意味でって使うことは良くないことかもしれませんね。ちょっと思い直して今急に思い直すな。どうなんだろうね、なんかでも本当にいい意味で気にしなさそうとか、はい、なんかそれは多分おそらくですけど、はいはい、キャラが立ってるからいい方向に働いてるねってことなんですかね。あそういう本当にいい意味でっていう意味なんだ。別に悪口本当にいい意味でだったらいいねって言われますもんね、うん、はいはい。じゃあいい意味でを使って劇団 EXILE の皆さんをいい意味で言ったらどんな感じになるの。例えば青柳さんとかどうなるんですか。いい意味で適当、はい、はい、うんうんうん、カンタだといい意味で喋りすぎ、はい、はいはいいいですね。それいいですよいいですよいいですよ、はい。あとは小沢さんは町田くん小沢さん、はい、小沢さんは、うん、小沢さんはいい意味で料理うまい。待ってください、それ料理うまくないみたいな感じがイメージがちょっと、おかしいな、小沢さんなんだろう。いい意味で優しい。あいい意味で優しい。はいはい。ナイーブ、ね、あなナイーブ、ね、あいい意味でナイーブ。ナイーブね、うん、はいはい。あとは町田くんは、 町田さんはいい意味で真面目。うん、ちょっと真面目すぎる。いい意味で頑固じゃない。あ頑固頑固か、うん、いい意味で頑固だよ。いい意味で頑固。だからやっぱちょっとなんか普通にその単発の言葉だったら悪く聞こえるようなことを、うん、その前にいい意味でってつけるんだ、うん、なるほどね。そうね、そういう使い方だ、はいはい、じゃあそういう使い方だわ。じゃあ鈴木さんとかどうなんですか、うん、いい意味でジャイアン
いいジャイアンっていいですね。いいジャイアン、はい、うん、あ、これスウェイさんとかどうなんですかね。いい意味で宇宙人あ、いいねいいねいいね。あ、なるほどね。ちょっと想像を超えてくるっていうね、うん、常識を超えてくるっていうね、うん、はいはいはい、秋山さんどうですかね。いい意味でわしばな。いやいやいや見た目じゃん確かに鼻筋すっと、それ怒られるぞそれは怒られるやつだなそれいや、いい意味でって言ってるじゃん。もちろんいい意味ですよ。いや、かっこいいってことですよ。かっこいいですよ。だから、お前リプロフィールは全部筒抜けだから、ね、秋山さんに絶対伝わるぞこれ俺個人的に LINE 入ってきそうわしばなですみたいな感じ、ね、まあ、秋山さんがもしもこれ聞いてないとしても私たちが次の収録の時に来たら伝えますけどね、これねやばいやばい、告げ口大好きですか、言ってましたよこういうこと。いい意味です、いい意味で、いい意味でつけますよ、もちろんですよ、はい、そうですね、これ他の人来た時もいろいろ聞いてみたい感じの、またなんかまたテーマが、これなんかいいの出ましたね、おもろいですね、ねえ、いい意味で、はい、いい意味でわしばなだけちょっと取り直してもいいですか。いや、それはいい意味で編集せず残していきますんで、それも、はい、やばいやばい皆さんからのメッセージまだまだ、はい、待っております。 C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール、劇団 EXILE の小野塚隼人と八木正康とお手伝い役の総口昭久がお送りしてきました C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール、今週もねリモート収録でお送りしてきましたけども、さあ、世の中がね日常に戻っていこうという中、映画館なんかもねもうオープンしておりますけども、お二人ともこの夏公開になる映画に出演されてます。まずは小野塚さんからお願いします。はい、人気漫画鈴木由美子さんの漫画が原作となった映画イケイケバカ女に出演します。はい、これはですねアラサー女子のリアルを書いた物語で、僕は主人公優子と同じファッションメーカーで働く内田浩二という役を演じています。女子の分かるというね感じが詰まった作品なので、はい、ぜひ劇場で大笑いしてください。映画イケイケバカ女はこの夏全国公開です。そして八木さん、いよいよ今週金曜日公開ですね、はい、よーし来ました。はい、映画癒しの試み自分を好きになる方法に出演させていただいてるんですけども、僕が演じるのはデッドボールのトラウマによって戦力外通告を受けてしまったプロ野球選手という宇津井という役なんですけども、はい、まあこの撮影のために約3ヶ月ですか、もうみっちり練習して現役を超えるぐらいの体に仕上がって臨んだ撮影で、うん、もう本当にね自信たっぷりなんで、うん、ぜひ劇場で僕の野球姿、はい、その迫力を存分に味わっていただきたいなと思うんですけども、はい、これはね映画のタイトル通りちょっと見たら癒されるような映画に仕上がってるんじゃないかなって僕も思ってますので、うんうん、ぜひ今週の金曜日7月3日公開ですので、ぜひ劇場でご覧ください。お願いします。はい、はい、メンバーの最新情報などは LDH のオフィシャルサイト、劇団 EXILE のオフィシャルツイッター、そして小野塚さんのツイッター、八木さんのインスタグラム、またそれぞれの映画の最新情報に関しては作品の公式サイトもぜひご覧ください。さらに勇者のために金はなる特典映像付き DVD が8月31日発売です。現在絶賛予約受付中、 LDH のオフィシャルサイトからぜひポチッとしてみてください。そして番組では劇団 EXILE のメンバーに聞きたいこと、こんなテーマで本音を語ってほしいというお題目や質問を大募集しています。 rp@1242.com まで送ってください。また今夜のリモート収録の模様は日本放送のホームページ、リプロピールのホームページからご覧いただくことができます。そして雑誌 C3 のインスタグラム公式アカウントでは一流モデルの方々のオフショット写真などを日々公開しております。公式インスタグラムは C3SHETHREE で検索してください。さあ次回はねスタジオで収録できるのかリモートなのか、小野チャンネルはいつ始まるのか、どっちが先なのか、ね、次回劇団 EXILE からね誰が登場するのかお楽しみに。はい、それではこの時間のお相手は小野塚隼人と、はい、八木正康と、はい、総口昭久がお送りしましたC3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール、はい、はい、またねー、またねー。